皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。陸上短距離の多田修平です。今回は、皆さんが結構、冬季でやっている300メートルや250メートルについて、陸上100メートルの選手でも結構大切だよっていうところを、話していければいいなと思っております。最近僕の YouTube は、実践じゃなくて、もうトークばかりのよくわからない YouTube になってるんですけど、まあそこはちょっとご了承いただいて、まあ多分短い時間なので、ちょっとだけ聞いていってくれたら嬉しいなと思います。では、話していきたいと思います。で、僕の、過去の話になるんですけど、高校時代や、大学時代の話なんですけど、僕その頃の考え方っていうのが、足をなんか捌けば捌くほど速くなるというふうに、勘違いしていて、まあ簡潔に言うと、キレがあればあるほど走りの速度っていうのはだんだん速くなってくるだろうなという考え方でした。今考えたらすごいまあバカらしいと言いますか、なんかあまり良くない考え方なんですけど、まあ今はしっかりやっぱり体を乗せて、一歩一歩力強く、走るっていうのがすごい大切だと、考えています。そこで今ちょっと関東に来て、で、新しいコーチに教わって、で、やっぱり最初はすごい300や250っていうそういうロング系を走ることにすごい抵抗はあったんですけど、ただ300や250を走るだけっていうのは正直意味がやっぱりなくて、300メートル走る中でも考え方や、走り方によってすごい刺激も変わってくるんで、そういうところをまあ僕の、個人的な、まあ、見解ですけど、そこをその YouTube を通して、まあ、皆さんに公開できればいいなと思っております。 300m なんですけど、まあ、結論から言いますと、まあ、僕はあまり全力では走ってません。全力で走らずに頑張ってないんちゃうかっていう意見もあるとは思うんですけど、まあ決して、まあそういう意味ではなくて、まあ300メートルって絶対ずっと全力では走れない距離です。100メートルも絶対最後は減速しますし、そのやっぱり3倍あるんで、絶対にバテて失速してしまうっていうのがオチなんですよ。あとね、300メートルなんですけど、冬季始めの方はすごい僕はゆっくりなペースで走っています。タイム的には、まあ30後半から40秒ぐらいですかね。そのぐらいかかってでも、すごいフォームを重視して走るようにはしています。まあ、中高生は結構まあ、300メートルを全力で行っても成長期とかで、まあ、タイムは伸びてくると思うんですけど、まあ今の大学生だったり、社会人で陸上をやっている人は全力で、300メートルを走っても伸びにくいのかなとは思います。30後半から40秒にかけて、まず意識するところは、まあ、最初はまずストライド型で行くっていうところですかね。ピッチで行くよりかは、ストライドの方が一歩一歩の体重の乗せ具合もしっかりインパクトを持って走れますし、逆にピッチでパッパッパッってさばいちゃうと、体が乗り切る前に、次の足のさばき動作に入っちゃうことがあるんで、まずは、まあ、6、7割ぐらいで、最初、行ってもらってゆっくり、スピードを上げていくっていうことが大切なのかなというふうに思います。一番大切なポイントが、後半になっていくんですけど、まあ、300ってどんなペースで走ってもめちゃくちゃきついんですよ。きついんですけど、全力でいかなければ、最後の 100m ってボディコントロールがすごい、まあ、効くんですよ。いろんな中高生の動画がまあインスタのダイレクトメッセージであったりツイッターの動画をで、見たりするんですけど、やっぱりどうしてもみんな最後が肩が上がって視線もちょっとあたふたしてで、ぜいぜい言いながら走ってる動画っていうのが流れてくるんですけど、それってあんまりやっぱりよろしくなくて、しっかり、目線もそうですし、僕もそうで結構体が反りやすいタイプなんですけど、しっかり体幹を締めてで、まあ、腹筋を締めたら絶対体を後ろに反らずに、ある程度前の前傾に近いような形になるんで、そこを、意識しながら最後まで抜かずに
走り切ることがすごい大切だと思います。30後半から40秒ぐらいのペースだよという話をしたんですけど、まあそれをずっとゆっくりゆっくりやっていってもあまり意味がありません。矛盾してるやんけってなるんですけど、まあもちろん11月は当然冬季の入り始めなのでゆっくりではいいんですけど、まあ、シーズンに近づくにつれてだんだんペースは上げていった方がいいなとは思います。意識して、ペースを上げるんじゃなくて、やっぱり300を何本もやっていくと肺的にもそうですし体的にもやっぱり慣れっていうものが出てくるんで、まあ、肺の、距離に対してのキャパもそうですし 300m の体のスピード体制についても、キャパがすごい上がっていくんですよ。なんでどんどん12月1月2月と、こなしていくことでスピードに対する耐久値っていうのがすごい上がっていきます。シーズン始めがこのスピードで、これぐらいしかキープできなかったなっていうのが2月3月ぐらいになってくると、こんだけスピードを、まあ、9割ぐらいでいっても、体のコントロールが効くし最後まで体が反らずにすごいいいペースでスピードを維持することができたっていうことが、すごい学生と練習をしたりもするんですけど、300の後半が強くなっている選手も、すごいいるので、そういうところを意識していくっていうことが大切だと思います。 300m でやっぱり後半をある程度維持できるようになると、100m でもその3分の1の距離なんで、まあ、スピード感は違いますけど3分の1の距離なので、まあ、300で、しっかり耐えれた分 100m の距離も絶対耐えれるっていう、そういう、まあ、自信もありますし、まあ、体にも現れてくるので、本当に僕もロングすごい苦手で、なんで 100m 選手なのにこんな走らなあかんねんって思う時もあったんですけど、いろいろやっぱり、まあ、僕すごい感覚派で、まあ、あんまり理論派の選手ではないんですけど、まあ走ってる練習をこなしていく中で、まあ、そういうことをいろいろ考えていった結果、そういう練習メニューもすごい理にかなってるなと思ったので、皆さんになんか共有したいなと思いました。まあ、去年僕、まあ、まだまだ後半は弱いんですけど、ある程度マシにはなってきたっていう、その要因もこういう練習のおかげだと思っているので、皆さんもぜひ、まあ、出す動画を出す時期はすごい間違えたんですけど、来年の冬季であったり、今年か今年の11月であったり、そういうところを、意識してほしいなと思います。まあ、シーズン中でもそういうところは意識できる場面っていうのはすごいたくさんあると思うので、皆さんもぜひ試してロングイヤイヤ勢から脱出できるようにしてください。こんなもんかな。だからざっと話しただけだったけど、まあ、今でも僕も300走るのはめっちゃ嫌で、走る前すごいネガティブ発言していや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 言ってるんですけど、まあやったら絶対結果はついてくるんで、まあ何でしょう、何も考えずに300を走るんじゃなくて、しっかり考えながらいろいろやっていくってことが大切だと思います。まあ、他にもこういう 300m の走り方があるよっていう人は、まあ、もちろん合う合わないがあると思うので、そちらを優先してもらっていいんで、そんだけです。じゃあバイバイ。